はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今回はですね、何をやっていくかといったお話なんですが、ガチャがね来ておりまして、そちらの解説等のお話と、あとはですね、まあ、このランキングイベントを試しにやってみたんですが、まあ、うまくいったりうまくいかなかったりといったところなので、ちょっとねここマスターリーグ総合値下げすぎたら普通に負けちゃって、全然点取れなかったんですが、総合値がね高いなりにいったこの2つの上のリーグの解説ちょっとしたいかなと思います。オランダリーグの難易度自体はですね、スペインリーグとほぼほぼ変わらないかなと、ちょっとだけスペインリーグの方が難しいかなといったような感覚です。でオランダリーグが現在ですね952、こっちはですねもう総合値ガチでやりました。まあ、1回しかまだオランダリーグやっていないんですが、優勝したかったので、まあ、優勝を目指して本当にずっとねガチで総合値高い感じでやった結果の17,000で、スペインリーグが18,000で現在39位ですね。まあ、これもそのうちどんどん抜かされていってしまうとは思うんですが、上の方の方がちょっと化け物すぎるんですよね、数値が。ちょっとすげえ私も知りたいんですが、それまではですねやっぱ1万8000台がすごい多いのかなと。私結構この、スペインリーグに関しても総合値はちょっと高めで、まあ、10万ぐらい超えて軽く超えてるような感じでやっていて、1万8000全勝しました。で1万8175なんですが、まあ、そうやって考えたらね、今19,000あと1000ポイントぐらい、1000ポイントぐらいはなんとか上げれるかなって感じなんですが、あと1万ポイント2万ポイント上げるってなったら、ちょっとどうしようっていう感じにはなってくるんですよね。もう本当に上の方の方々のね攻略とかも知りたい感じでやってはいるんですが、意外とですね総合値10万前後ぐらいでもう、まあここら辺のランクまで、まあ、どんどんこれから下がっていってしまうとは思うんですが、まあ、いけるといえばいけるので、まあ、とりあえずですね1万8000ポイント2つのリーグで取ることで、1つミッションでね、イベントミッションでなんかもらえるんですよね。これがもらえるので、まあ、2つぐらいは1万8000ポイント達成するといいのかなと思います。実際に私が優勝した、そこで1万8000出した時のフォーメーションコンボがこれとかですね、できるだけ選手のポジションを、サポと入れ替えるのがね純粋にめんどくさかったので、こんな感じで違う選手をペイペイ放り込んだだけで、まあ、無事に行けましたので、まあ、総合値は本当に10万から11万ぐらいですね。こんな感じでやっていただければいけるのかなと正直思います。まあ、本当にですねやりたいのであれば、ちゃんとフォーメーションコンボ設定してね、連携線つないだ星4選手星3選手を使って、選手交代で例えばメッシみたいな選手をポンって入れるような形がいいのかなと思います。できるだけ総合値を抑えているところからはもう選手交代で3人ぐらいねめちゃくちゃ強い選手放り込むのが一番ポイント稼げるのかなと思いますが、まあ、10万ぐらいでもね、まあ、全勝できればそこまでいけるので、そんな気にしなくていいかなとも思います。でちなみにですね、パリス・サンジェルマンじゃない、レパリちゃんはほぼ使ってないです。これほんと勝てないんですよね。ほんと勝てない。なんでサイド相手にレパリで有利取るのではなく、サイドはサイドのねアセルで私の場合は対応しておりました。ってことで、その話はじゃあ一回置いておいてガチャの方行きましょう。さあガチャなんですけれども、アルゼンチンのレジェンドが3人追加されました。アイマール、ソリン、クレスポなんかは本当に有名な選手なんでね、あんまりサッカー詳しくなくても知ってる方多いんじゃないでしょうか。ただクレスポですね、まあ、見ていただいたら分かる通りフィニッシャーなんですよね。提供割合は常設で全員がそれぞれ 2%、 クレスポ、アイパン、アルソリンが 2% ずつになっております。でクレスポから見ていきましょう。中央突破のゴールハンター、ここを点取り屋、はい、良くもないけど悪くもないといったような感じかなと思います。まあ、ただフィニッシャーでセンターフォワードで中央突破ってなってしまうと、どうしてもブラウグラーナの王が乗らないんですよね、クレスポには。同じアルゼンチンなので、これからね、アルゼンチン特化監督ですね、イタリアとかオランダみたいな特化監督が来たとしても、メッシの効果をクレスポに乗せれないっていうのはちょっと寂しいっちゃ寂しいような気もします。でちなみにですね、中央突破っていうのもあるんですが、センターフォワードフィニッシャーなんでね、ポジションもメッシと被っております。はい、で、まあ、メッシもゴールハンターがねあって、
ってなったら本当に結構似たような感じの選手になっちゃうのかなと。スキルはバーストシュート、パワフルヘッド、表しの飛翔といったところで、まあ本当にねこちらもメッシと同じようなスキル構成になっております。総合値特徴ともにメッシの方が強いんですが、まあ、中途パで使うのであればクレスポの方がいいのかなとも思います。で次がアイマールですね。アイマール、ガラスの右足に野生の嗅覚を持ったトップ下司令塔でございます。こちらも中央突破なんでね、アルゼンチン、特化監督は中央突破の監督が来るのかなと勝手に思ってる次第です。まあ、アルゼンチン特化監督がどういう、形で来るのかはわからないですが、まあ、アルゼンチンの選手で言ったら誰が星5でいる？マスチェラーノとかかな。オタメンディは星5でいましたっけ？でもそれぐらいしかおそらくね、まあ、あとはメッシと、まあ、ディバラと、イグアイン、アグエロぐらいが星5でいたのかなっていう感じなので、あんまり星5の選手としてはね、まあ、フランスとか、まあ、あとはどこでしょうね、イタリアみたいに多くはないんですが、まあ、それでもガラスの右足持ちの司令塔、野生の嗅覚、ドリブルマスター、でスキルの方もピンポイントシュートと、まあ、ステップドリブルっていうのは結構いい感じなのかなと思います。特に司令塔なかなかね、強い星5がいない中で、優秀な星5がいない中でアイマール一人引いておくとね、まあ、結構長い間使えるのかなとも思います。まあ、ただジダンがいるのでね、無課金の方はそっちの方がいいのかなと。さあそれではお次が3人目がフアン・パブロ・ソリンですね。ガラスの左足に超回復を持った左のスラローマーです。でドリブルマスター持ってるといったような感じなんですが、まあ、ここでですね、まあ、ソリンがまあスラローマーで左で置かれたってことは、まあ、アルゼンチン代表監督、まあ、アルゼンチン代表監督というか、まあ、アルゼンチンの監督はですね、まあ、レフトミッドフィルダーはスラローマーのフォーメーションコンボで来るのかなと。でそうやってなったらですね、ますますこの間のレジェマの選手オフフェルスのね居場所がなくなってしまうんですよね。オフェルス全然悪くないんですが、スパサブにガラスの右足っていうね、恵まれた特徴からの、ちょっと残念な得意戦術とプレスタイルっていうね感じで、ちょっとオフェルス使っていきたいんですが、やっぱサイドアタックで左に置くってなったら、まあ、どうしても今回来たオランダのレイアールド監督かなぐらいしか使えないので、まあそこがちょっと寂しいといえば寂しいような気もしますよね。うん、まあ、今回のガチャの傾向を見ても、まあ、おそらく次もないだろうというところでですね、まあ、ちょっとアイマール、そしてソリン、クレスポー3人来たんですが、まあ、クレスポーに関してはね、先ほども言いましたけれども、メッシとほぼほぼ同じ、得意戦術は、それぞれ違いますが、フォーメーションね、どこだったら適正か、まあ、適正ポジがセンターフォワード、まあ、フィニッシャーでゴールハンターでいった感じで、本当にねメッシと近い選手なのかなと思います。まあここの代わりにもう一つメッシはゴールハンター持ってるような感じにはなるんですが、悪くはないんですけれどもね。で考えたらですね、まあ、やっぱり取るのであれば、まあ、アイマール、そして、ソリンかなと。メッシ自体は、まあ、かなりその、まあ、試合で使ってる方も多いと思うので、連携戦はねあんまり心配ではないかなと思うんですが、まあ、それでもやっぱり中央突破とサイドアタックではね、つなぐまでに本当に時間がかかりますし、まあ、ただその中ででもですね、まあ、アルゼンチン特化で行くのであればメッシワントップ、まあ、ツートップぐらいに置いたらですね、両方サイドアタックのフォーメーションがかかればサイドで、サイドアタックであればメッシのブラウグラーナの方がかかるので、まあ、そっちの方がいいのかなとか思ったりする次第でございます。ってことで今回のね新ガチャはこんな感じでした。本当にまあちょっと悩ましいところではあるんですが、まあ、他のねガチャとかと照らし合わせてみてもですね、報酬が結構美味しい方なのかなと思います。以前来たね スーパースターフェスではステップ5ステップ9に関してはですね、覚醒素材1段階目と2段階目が手に入ったんですが、今回のレジェンドガチャに関してはですね、2連目4連目6連目8連目でそれぞれ黒ビブスが手に入ると、まあ、黒ビブス自体がそんなにいい、まあ、めちゃくちゃ入手しづらいっていうわけではないんですが、やっぱり黒ビブスがないとね、本当に課金してる方は強化ができないかなと思いますので、今回のねちょっとまあレジェンドマッチはどっちかって言ったら課金者向けなのかなと。ただ引いておいたらですね、アルゼンチン代表ガチャ来た時に本当に有利ですし、まあ、わざわざねイタリアの時オランダの時と同じで悩んでるんだったら今引かなくても、アルゼンチン代表監督が来てね、その性能値見てからでもいいのかなとか思っちゃったりする次第でございます。ってことで今回はですね、リーグランキングイベントのお話さらっとさせていただいた後にガチャのお話させていただきました。まあ、リーグランキングイベントですね、本当にまあ上の方の人たちが化け物強くてですね、
どうやったら勝てるのって感じではあるんですが、無課金は無課金なりにね、ゆっくりやっていこうと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。